平江モンタースです。今日は、元ブログを撮ってるんですけど、今八幡東区の田代ですかね、ここね、右に行くと河内貯水池の方面で、こちらは幡の観覧の方ですね。八幡西区に抜けるんですけど、ちょっとアヒル隊長がどっちに行きたいかちょっと聞いてみようかと思います。隊長、あ、隊長の風車が回りましたね。隊長はまっすぐ行けとのことですか。わかりました。じゃあ隊長の言う通りに従いますんで行きます。今84.6度、お、なんかオートバイが行ってますね。かっこいいね。ホンダのオートバイ。燃料をどっかで入れないとちょっともう少なくなったな。はい、じゃあ行きます。八幡東区田代、行くぞ。日曜日のお昼下がりなんですが、こうバイクに一人で乗ってましてですね、久々ですからね、こんな昼にこんなに走るのは。バイク楽しいですね、やっぱね。安全であればでこそですけど、スピードを出しすぎず安全運転に努めていきたいと思います。やられたらやり返す、平井モンタースです。平右衛門先生のお力によりですね、私は元ブログをこのように再開することができまして、平右衛門タースジャパンにはね、ありがたい、先生ありがとう。今日先生はね、ZXR250 に乗ってなんか遊び行ってるみたい、遊び行ってるのかどっか行ってるのか知らないですけど、さっき桜とともに写真送ってきましたね。はい、はい、この道を行って楽しみたいと思います。幡水道と書いております。川崎のオートバイでしたね。
空はね快晴なんですけど、なんか空気がねちょっとよどんでますね、なんかね。走る道ではないんですけど、とても走ってて気持ちよい道ですね。本当もう山の中走ってるって感じがします。先生にこれここの車両をお借りしてですね、モトブログを取れるのか取れないのか、どっちなんだいどっちなんだい取れますよ